ぼっちゃん団子ぼっちゃん団子とは、愛媛県松山市の名家の一つ。夏目漱石の小説、ぼっちゃんの中に、大変うまいという評判だから、温泉に行った帰りがけに一寸食ってみたと登場する。この小説のモチーフとなったのは、漱石が松山に赴任していた頃の実体験であるが、小説、ぼっちゃんの当時の団子は、湯ざらし団子で、赤あんと白あんの団子を三つ串に刺したものであった。 時サには数や町長の発案により、道後温泉本館の東方の、九条でブリサギ園という庭園内の風営館と、名付けた茶店を経営し売っていたという。一串五千で非常にうまいというので、松山あたりからも食べに出かけていたという。坊ちゃん団子と呼ばれるようになったのは、昭和に入ってからという。なお、小説、坊ちゃんでは坊ちゃんの入った団子屋は、 遊郭の入り口にあるとの設定であるが、現在でも、かつての遊郭への入り口の道は残っている。その角は、商店と民家であり、現在は、団子店ではない。今日では、色の違う団子を三国志差しにしたものが、おっちゃん団子としては最もポピュラーな商品となっている。道後温泉商店街をはじめ松山市内各地の、土産物店、ホテル旅館や駅、港、 空港の売店で買うことができる。松山市内のいくつかの製菓会社で作られているが、最も早く世に出したのは道後温泉街にあるつぼや菓子穂とされる。ただ、現在、お土産や売店で最もよく売られているのはうつぼやのもので、つぼや菓子穂のものより日持ちする。食べやすいよう、一本ずつ小型トレイに入れたミニサイズの商品もある。なお、 団子三兄弟という歌謡がヒットした当時、まさに色の違う三兄弟である坊っちゃん団子も大いに売れたという、ありがとうございます。